こんにちは、京都丸竹チャンネルのナビッキーでーす。久しぶりでございます。ナビッキーでございます。これだけはね、ちょっとね、ちゃんとお伝えしたらあかんなということでね、久しぶりに、ちょっとね、YouTube 上げますが、京都サンガ J リーグ第42節ですね、最終節終わりまして、京都サンガ見事に、昇格ですね、決まりましたという、よいしょ、昇格のね、時のね、新聞ですね。はい、ドーン、こちらですね。京都サンガ12年ぶり J1、長期中の監督の攻撃サッカー実る2位確定。これですね、11月の、29日の時のね、新聞なんですけど、昨日12月のね、5日に、サンガスタジアムでですね、42節の試合が終わりまして、神奈川戦で、試合がありましたが、またスコアレスドローですね、3試合ね、スコアレスドローというね、ちょっとなんかね、気持ちがね、ふっと、見え切らないね、シーズン終わりましたが、まあね、こちらサンガ12年ぶり J1 にね、やっとね、12年かかりましたけど、まあ、サンガね、J1 なんですが、ね、長々とね、ずっとね、今年いろいろと振り返ったらですね、やっぱり長期寿サッカー、すごいね、ワクワクとしたね、攻撃スタイルと、多彩なね、いろいろとね、引き出しを持っている選手層、熱い選手層でね、今年1年のサンガで戦っておりましたが、ちょっとね、後半の方、ちょっと若干ね、得点がね、取れなかった、ちょっとモヤモヤした気分になってね、11月と12月ですね、ちょっとなんかね、調子が悪いってわけじゃないです。負けてはいないんですけどね、引き分けでね、最終節を迎えました。それとまあ、昨日でもね、9600人のね、お客さんがね、ほんまにね、超満員の、スタジアムでしたし、スタジアム最後のね、サンガセレモニーの方も、すごいね、涙のね、言葉、いろんな方々が、言った中で、やっぱり森脇亮太選手のね、最後ね、スタジアムのね、盛り上げ方、すごいね、もう、全然ね、試合とかちょっと出るね、機会が少なく、それと、契約満了でね、サンガを去ることになるんですけど、最後の最後でね、すごい盛り上げてくれてね、ほんまにもう涙なんかしてはね、語れないね、森脇亮太選手、本当にありがとうございました。それとね、サンガいろいろと、今まで、活躍してきた、中にも、やっぱり契約満了で出る選手がね、今のところ、12月の6日、5日、6日の現在ではですね、森脇亮太選手、黒木選手、それと、庄司選手、それと、バイス選手ですね、今のところ4人が分かってるんですけど、まあ、これからね、どんどんその、ちょっと、こういう発表が出てくると思うんですがね、まあ、出る選手、出ない選手ね、いろいろとあるのがね、やっぱりこのプロスポーツの世界なので、まあ、まあ、名残惜しいと思いますけどね、今までサンガのために本当にありがとうございましたというね、一言をね、やっぱり、かけてあげたいですね。今はやっぱりコロナのね、この原因でね、サンガタウンとかね、もうね、全然行けないし、なんかアワードパーティーの方もね、本当に全然もう、選手が、とりあえず来ることは来るらしいんですけどね、もう、少しのね、接触、ね、もういた時間がないとかいう話も聞いてますしね、もう残念でね、この本当にコロナがなかったらね、サンガタウンとか行ってね、この選手に触れ合ってね、いろいろと話聞けたんですけどね、残念ですね。このやっぱり、で、まあ、J2 から J1 に行くね、サンガーなんですが、いろいろとね、不安要素やっぱりありますね。やっぱり今の J2 の、サンガー、無双で勝ったわけじゃないんでね、まあ、なんとか、勝って、昇格するんだけど、J1 で、勝ち続けていくのか、J1 に続けられるのか、ちょっとやっぱりね、J1 になるとね、様々な、サポーターの方が来るので、やっぱり今まで以上にね、やっぱりこのルール、マナーをね、しっかりとしなくてはね、やっぱりちょっと、他のチームでいろいろとありましたけどね、いろいろトラブルがあると思いますので、その辺がやっぱりちょっとナベッキーはね、今後どういう風にね、
ずっとね、20年以内のね、サポーターとしてね、振る舞っていくのか、やっぱりあのお子さんのね、サポーターがちゃんとね、正しいルール、マナーを守ってこそね、新しく入ってくる新規のね、サポーターにもね、お手本になるようなね、サポーで、サポーターとしてね、やっていきたいと思います。さて、三が貯金の方ですけどね、もうちょっと数えるのはなしにして、とりあえず、あの、もう、結果だけ、申します。今年のね、2021年、ちょうど三が、三が貯金の方は、65,500円となっております。でね、また来年新しくね、ユニフォーム変わったり、で、年パスがね、販売するかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、そちらの資金の方にね、当てていこうかと思います。あ、今年はね、やっぱりすごいね、勝利ってね、いっぱい続いたんでね、すごいいっぱいね、こう、普通だいたい毎年で4万円ぐらいあったんですけど、今年はね、65,000円ですね、500円かな。すごいね、多く入ったので、来年のね、ユニフォームもね、また新調してね、それを使わさせていただきたいと思います。それとですね、またYouTube の方ですが、やっぱりまだまだちょっと、やるで、ね、モチベーションが上がってないので、またショート動画でね、今のところは TikTok と、YouTube ショート動画で、ちょっと今のところは活動していきたいので、またまた前みたいに長いね、YouTube の方はちょっとまだまだお休みさせていただきます。本当になかなかね、モチベーションっていうのは上がらないもんだし、やっぱり編集という時間とかのね、自分の方がなかなか難しいと思います。でもまあ、昨日ね、スタジアム見た時でもね、お声かけていただいたんで、ああ、今こんな状態でもちゃんと声かけてくれてるのかなっていう、本当にね、感謝で皆様、いつもご視聴の方、ありがとうございます。それでは、またね、いつになるかわからないんですけど、なるっきの YouTube の方、またよろしく。お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それでは皆様、さよなら。